今日はそんなに本当にゆるく配信していくので、というかそんなにいっぱい長くはできないんですけど、ちょっとだけでもと思ってきました。新曲もね、発売されてからショールームもできてなかったので、ちゃんと昨日は、イベントのなんかお話をしたんですけど、そう、私髪伸びたんですよ。あんまりわからないかな。あとちょっと今日もお風呂に入りました。早いですよね。だからこんな感じです。顔もう、私はスキンケアすっごいするので顔ベタベタ。だからね、本当は髪下ろしてるの嫌なんですけど、髪下ろしてるとね顔につくから、でもちょっとでも艶艶だよ。こうやってやったらわかる。どうですか？こうやって光に当てたらわかる。艶艶に。どう？そう。テカテカってやめてテカテカじゃないよ、ツヤツヤって言って、ほらツルツル、何やってんのってなっちゃう、酔っ払ってない。いや、いっぱいショールーム、インスタライブ、 TikTok ライブで迷ったんですけど、でもさ、TikTok とかインスタライブとか慣れてないから恥ずかしくて、なんかショールームって本当にファンの人だけのイメージっていうか、なんて言うんだろう、アットホームなイメージがあるから、ショールームはだからなんかショールームにしました。そう、本当はねインスタライブとか TikTok ライブとかもやっぱりファンじゃない方も見る機会なのかな、が多いというか、そう、ちょっと暗くなっちゃった、だからそう迷ったんですけど、でも恥ずかしかったし、そう恥ずかしいショールームしてんのに顔出してない、急に恥ずかしくなっちゃった自分で配信してるのに、ああ。暗い、日曜日とかさ、みんな、まあいいや、ちゃんとポーズして出てくる。だってみんな変な顔でさ縮小するんでしょ。やだ、やめて、ちゃんと決めた顔のしか載せちゃダメです。いい顔した時しか載せちゃダメです。暗っ、そうだよ、適当な写真載せないでね、いい写真しか載せちゃダメだよ。変なの？なんだろう、なんか中途半端な目してたり、
ってるのか閉じてるのか分かんないみたいな目してたり、ちゃんと、うん、ダメです、今もダメ、今もダメだよ。ちょっと充電はねやばい、充電はまあ今充電中なんですけど、あっ、うん、シルタワー、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、うん、今ね読んでる、読んでるというか探してる、お城さんを、お城さんどれ、お城さんあったー、ねっちゃん、ねっちゃん、ねっちゃんありがとうございます、さきゃ、最近どうよ、最近は新曲がねこれから9月27日発売になるんですけど、そうやっぱり今回センターを務めさせていただけているということでね、盛り上げていきたいなと思います。新曲やっぱりそう、新曲はねまあなんかタイトルだったりとか見たら結構複雑だったり、歌詞とかもなんかなんだろうこれみたいな、いいのか悪いのかみたいな感じだと思うし、私たちも初めて聞いた時は衝撃的で、これをどうでも私は普通に何だろう、すぐに割と受け入れられたというか、まあこうセンターやらせていただくし、前向きにこうより自分たちが、先生が書いてくれたこの歌詞をどう表現できるのか、自分がセンターとして任されたからこそなんか自分がやっぱりどう表現すべきなのかっていうのをすぐに考えたので、まあ、最初パッと見歌詞とかは衝撃だったけど、でもやっぱフルで聞くとあなるほどってなりますよね、うん、なんかうん、でもあんまり批判じゃないけど、悪いこの曲はあんま良くないみたいな声は全然聞かない気がするから、うん、多分みんないいと思ってくれてるかな、分かんない、でも私は好きです、なんかイントロの感じとか盛り上がっていく感じ、曲のとか、あとなんだろう、まあ、歌詞で言うとアイドルが恋をして、アイドルなんかじゃなかったらの話してます、アイドルが恋をして、ま、みんなねメンバーそれぞれみんながこう思う必要ないと思うし、ファンの人もなんか捉え方は自由なんですけど、わかりやすくパッと見た感じで言うと、アイドルが恋をして、アイドルなんだけど恋をしちゃったっていう、なんかその葛藤があって、最初私が主人公としてマイクを置くっていう演出があるんですけど、それはその迷いがあるから、やめるとかじゃなくって、
アイドルを辞めるからじゃなくって、まあアイドルを送ってね、今までのアイドルさんでいうとこう卒業するとかもう辞めますっていう印としてマイクを置いていたんですよね。でも私は辞めるんじゃなくって迷い、心の迷い、アイドルなんだけど恋しちゃったっていう心の迷いでマイクを置いて、ちょっと待って9000人ってすごい、どうしようこんなにちょっと待って、こんちょっとメイクしてこようかなあー、そんなバカな、とりあえず顔のテカリでも、テカリじゃないツヤ抑えようかな。これ今乳液を抑えました。もう遅いよね。そうだよね、やだー、うーん、こうやってやっとこうかな逆におかしいよ、コロナ対策。ちょっと待って、ちょっと待って、ひろまるさん、ひろまるさん、タワーありがとうございます。タワーじゃないお城ありがとうございます。やった。じゃあそれでね、で今何の話だっけ、アイドルなんかじゃなかったらだ、新曲の話してるんですけど、そうで、まあアイドルが恋して、でそのでも葛藤なんですよ、まあ、アイドルだから、アイドルだ、え、米をみんな何なんか言ってる、見てます、米ら見てるよ、ちょっと待って、でも説明させて、なんか言ってる、いっぱい、なになになに、まあいっか、まあいっか、ごめんね、なんか今言ってくれた人、なんか教えてくれてありがとう、あ、タワー投げたよってこと、ちょっとね、慣れてないものでごめんなさいね、ちょっと待って、ひるまるさんでしょ、ちょっと待ってね、今ゆいこれ見てる、あのね、なんかアイテム、え、アイテムなんかあるね、これこう手でさ操作するの難しい、なんか教えてください、なんかあったら、じゃあコメント欄で、あのタワー投げてくれた人が分かったら、シルバーまあいいか、はい、ごめんなさい、続いていきます。アイドルなんかじゃなかったらの話なんですけど、そう、それでね、なんかアイドルなんかじゃ、21歳です待ってコメントに反応しちゃうんですけど、ダメ、もう本当に話がね分かんなくなっちゃうから、アイドルなんかじゃなかったらなんですけど、この曲はですね、
って1から戻っちゃったねえ。ずっと見てる人ごめんね、なんかもう全然話が変でもう飽きていなくなっちゃってるかな、なんだこれって言っていなくなってるよねきっと。いいよ、あの見に中断していいですからね、飽きたら中断してくださいね。そう、もう自分のタイミングでご飯食べてきてくださいね。そう、私はゆっくり話すんで、ゆっくりではない、今からもう話すから、そう、みんなご飯食べるタイミングで切ってください。全然切っちゃって大丈夫です。いる人に話すんですけどね、話します。それでアイドルなんかじゃなかったらは21歳じゃない、待って何の話頭がこんがりすぎてるこんがりって何、こんがらがってるもうやだ待って、一回冷静になろう、一回冷静になる、一回冷静になろうさっきさ急にさ年齢が書い年齢何って書いてあったから21歳ですって答えたんですよ。したらそれがずっと頭に残ってて曲の説明に21歳が入ってきちゃった、はい、ダメです。アイドルなんかじゃなかったらは、アイドルが恋をするんですけど、まあ、恋をしてて恋をしちゃったんです。でもアイドルだからその気持ちはダメだから、なんだろう、いいのかな、ダメだよなっていうその葛藤、自分の中の葛藤があって、でこう揺れ動いてる気持ちを振り付けだったら、じゃんじゃんアイドルなんかじゃなければのじゃんじゃんアイドルなんかのところで腰振ってるんですよ。そこがまず一つ目の揺れ動きを表現する振り付けで、アイドルなんかじゃなければスピンです。で腰を動かしてるのがその揺れ動きの一つで、好きだと伝えられるのに初めての切なさ、これもふわふわふわってクラゲみたいな感じなんですけど、これもまあなんだろう、ふわふわした気持ちっていうその揺れ動く、なんだろう、まだ定まってないふわふわした気持ちをこれで表現してるの。初めての切なさどうやって隠せ、どうやって隠せばいい、これはちょっと分かんないけど豚さんみたいなんでこれね難しくて私できなかったんですよね。でもずっとお風呂とかもうずっとセンターがこの手できなくてどうすんだっていうことでもですからね。そうだからね、これをねずっと練習してしたらできるようになりました。やった、初めて切なさどうやって隠せばいい、もうもうはウィンクをするんです。で私ウィンクもね苦手なんです、アイドルなのに。ウィンクも苦手で、だから練習しました。まあ練習してもできてないんですけど、ウィンクはできないです、できないけどやってます。もうすべてを捨てたっていいと、あと少し勇気があればステージ飛び降りては、ステージ飛び降りてる感じ、普通の子になれたって、なれたって、1番と2番のサビでみんな投げキッスをしてるんですよ。でも私はネギキッスをしないんですね、1番と2番。それはまだそのアイドルなんだけど、まあなんかこう恋をしちゃってその迷いがあるから、ネギキッスができないんです。
だから私だけこうやってやってるんです。なんでこうやってやってるんだろうって思ったと方もいると思うんですけど、気づかない方もいるかも。大キスをしないんですまだ。でも大サビに行くんですね。それでこの感想が、あんなにも憧れてたってあるじゃないですか。その、まあ、あんなにも憧れてた私たちアイドルはそういう先輩に憧れて加入して、あんなにも憧れてた歌って踊る日々を、燃えるような恋を知ってみたいけれど、今じゃないってきっと神様は言ってるわ、今じゃないって神様は言ってるっていう。でアイドルになってよかった、卒業するとき言いたい、絶対それまではっていうね、切り替えるんです。そのだから最終的にはアイドルで生きようっていう、だからマイクをまた持つっていう話になってるんですよ。そう、なんか今までに最近の曲にはない、なんだろう、ちゃんとストーリー性をなんだろう、振り付けだったりとかマイクの演出だったり表現してる曲だなって思ってて、それをなんかうまく表現しないと、なんか私、私ができることはそれをそうしっかり表現することだなって思ったので、たくさん解釈しました。たくさん解釈というかたくさん分析、この歌詞をたくさん読み取ったり、秋元先生がなんでこういった歌詞を書いたのかなとか、なんかいっぱい考えました。どう表現したらいいんだろうとか、表情、お風呂上がりですよ。お風呂上がりみたいにするつる。そう。だからね、この新曲の解説はちゃんと喋らせていただくと得意です。そりゃそうか。そりゃそうだ。なのでいっぱい皆さん YouTube とかぜひ改めて見てみてください。今の踏まえた上で。ネイルした。そう、ネイルしたんだよ、ジェルネイルちゃん。可愛いでしょ、シンプルで可愛いでしょ、見えにくい。どう、フレンチ、指先だけゴールドが入ってて、あとはピンク。ずるいよ。ずるいよ、ずるいね、ずるずる。
明日あれメンナインのイベントです。メンナイン、メンナインのイベント配信で見れるので皆さんぜひ見に来てください。私あれ普通に会場にも皆さん来れると思って会場にも待ってますみたいなこと言っちゃったんですけど、違うね、配信だけだよねきっと。そう、間違えちゃった、間違えちゃったな。じゃあたくさんカメラ見ます、配信の皆さん見ます。今日の配信さ、ちょっと私これ見に来た人だけですからねそうだよ、動画撮っちゃダメですよ、みんな動画撮るんだから撮っちゃダメだよ。そう、切り抜きダメ、恥ずかしいから、恥ずかしいから、声だけだったらいいですよ、声だけだったら、うん、新曲の説明の声だけだったらいいですよ。でも顔は恥ずかしいです配信しといて今配信始めてから恥ずかしくなる。何歳？21歳です。21歳ってどうなんだろう、配信してることにびっくり。配信ね、そう、本当はやりたい気持ちはねありますけど、なんかタイミングなんですよね、タイミングなんですよね。そう、やりたいけどタイミングがね、赤いのはね結構昔から赤いの。20歳、そっか、へえ、21歳だよ。いつの日かなか気づいていた、胸の奥で揺れるときめき新曲今日は来てるかな来てないかな、探してしまうよ、目と目があっても微笑むしかない、他の誰かにバレちゃったらあっという間にスキャンダル大炎上。好きだと伝えられるのに初めての切なさ、どうやって隠せばいい、もう全てを捨てたっていいと、あと少し勇気があればステージ飛び降りて普通の子になれた、あんなにも憧れてた。うーん、高いステージだったら大変そうだね、確かに高いステージは危ないよ、高いステージじゃなくても危ない、飛び降りたらダメです。
ちゃんと階段使っておりましょう。そういう問題ではない。うん、確かにそういう問題じゃないね。眠くない、眠くはないです。でも明日の面ないの練習しないといけないのです。面ないのイベント配信で見れます。みんな見てください。ここに今配信見に来てる皆さん、ここに、まあ一応ここのね1万6000人ぐらい、多分でも今ここには1万6000人も多分いないと思うんですよね。そう、多分もう抜けられた方もたくさんいると思うんですけど、今見てくれてる方はぜひメンナインっていう AKB の、 あの私のツイッター見てくれたらわかると思います。ぜひ配信明日見てください。今こんなオフな顔してるんですけど、ステージはちゃんとしてます、きっと。今ねコメント読んでます。コメント読んでる。ピッ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 。配信ってどこで見れるの？ツイッターからリンクを貼っておいております。今って靴下履いてますか？履いていません。履いておりません。靴下は履いておりません。私は最近香りが X、 あー間違えた、ツイッターじゃないよ、ダメです、 X です、 X ごめんなさい、 X です。みんな言わないで、そんな、まだツイッター呼びなんだねって恥ずかしい。でもそうですよ、うん、まだ慣れないです、正直に。多分あと1年ぐらいは難しいかもしれない。嘘、嘘です。ちゃんとね私たちはね X って呼ばないと。そうそうそう、ポスト、ポスト、うん、ゆゆ今日何食べた？しのぶさんがね差し入れしてくれて、あの差し入れしてくれたなんかデニッシュパンみたいなのを食べたんですけど、それがすごく美味しかった。ちょっとどこのかね分かんないんですけど、ゆいが演技してるとこ見たいです、嬉しい。あの映画をね今2本撮らせていただいたので、ガールズドライブとあの夢を叶えるプロジェクトっていう、どちらも出演させていただいてるので、ぜひ楽しみにしててください。私も楽しみ。そう、映画あの一つはAKB でのガールズドライブっていう作品なんですけど、青春なものになってて、そう設定が17歳とか自分の実年齢よりも若いので、そうなんかそういうなんか若い子の葛藤だったり、若い子ってこんなこと思ってるんだよっていうのを伝えられる舞台にして映画になってたりとか、でも青春らしい若さある作品にもなってるので、楽しみつつメッセージ性のある作品になってるんじゃないかなと思います。でもう一つの夢叶えるプロジェクトは、あの
私社長をやらせていただくんですけど、21歳のなんだっけ、社長起業家、正解ありがとう。起業家をやらせていただく役で、そうなんかまたそのガールズドライブとは違う、ちょっとまあ21歳なので少し大人になった感じなんですけど、話の内容的にも夢を叶えるプロジェクトっていう作品なので、みんな夢を追うこう起業家の若い子たちが揃ってて、夢に向かってこう突き進むんですけど、その中でやっぱりそんな簡単じゃないっていう、ビジネスっていうのが分かる、まあでも夢に向かうっていう作品なので、なんか頑張ろうって思えるような、自分も頑張ろうって思えるような、勇気をもらえるような作品になっているのかなと思います。ちょっと自分もね、どちらもまだ見れてないので早く見たいなっていう、見てからちょっとまたちゃんと感想をね、どう見てほしいかっていうのを言いたいので、また言います。ちょっとね、すごいタワーとかさ、いろいろありがとう、いろいろありがとうだけど、ちょっと待って読めるかな全部。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。まさひろさん、まさひろさんありがとうございます。おしろさん、朝比奈さん嬉しい。 STU さん、 STU、 あれそれ以下は見れなくなっちゃった、ちょっと後で読みました。あ、タワーくれた人、純吉さん、とっちゃん、まさひろさん、ねっちゃん、キャリーなべなべさん、きくごろうさん、あすごい、純吉さん、とっちゃん、まさひろさん、ねっちゃん、キャリーなべなべさん、キクコロウさん、ありがとうございます。そしてくまちゃん、教えてくれてありがとう、優しい。全然大丈夫、強いから。ASMR、 ゆいちゃんは海鮮丼好きですか？大好き、海鮮丼大好き。あ、結構割と1時間ぐらいやってるね配信。もうちょっと恥ずかしいから、メールでも書きに行ってこようかな、ファンの人への。そう、なんか宣伝みたいになっちゃったんですけど、プライベートメールをやってるので、私もそう、ファンの方プライベートメール書いてこようかな。ゆいのメール本当に好き。嘘、本当に。いやでも私なんかお仕事の内容的に全部言えないこととか、そういう時は本当に食べ物の話ばっかりんで、本当申し訳ない。そう、食べ物率が多い。
ね、あとはね、ファンクラブとかもね、ファンの皆さん、ま、期待してるのかな、やってほしいのかな。ファンクラブって私ほんと詳しくないからわかんないんだけど、どうなのだろうか。ん？ファンクラブやったら入ってくれますか？ここにいる今見てる方は、じゃあ私がファンクラブ始めたら入ってください。個人イベントやった時に会えるのを楽しみにしてます。そう、ソロライブとかねやった時に、ソロライブとかやったらね、なんかちゃんと、私やっぱりソロライブだからこそねできることっていろいろありますもんね。なんか一人一人の顔をしっかり、あ、この方来たんだっていうのをちゃんと見ていきたいなっていうのはあります。それが叶うならば、うん、なのでもしファンクラブやったら、じゃあ来てください。やったー、お見送りね。うん、確かに。そう、うん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 、分かった。ファンクラブ名確かに決めないとね。バスツアーすごいね。じゃあちょっと順位読んでいきます。いきます。13位、トロピカルピンクさん、ありがとうございます。12位、ショートさん、ありがとうございます。11位、シドさん、ありがとうございます。あ、え、これ合ってるのかな。合ってるよね、合ってる。10位、ユナミナチャケナン、ユナミナチャケナンさん、ありがとうございます。10位、キャリーナベナベさん、キャリーナベナベナベさんキャリーナベナベさん、ありがとうございます。ありがとう、タワーも。8位、マサトさん、ありがとうございます。7位、シルベスタースタローンさん、本物、シルベスタースタローンさん、本物、ありがとうございます。6位、ひろまるさん、ありがとうございます。5位、とっちゃん、ありがとうございます。4位、ねっちゃん、ありがとうございます。そして3位、まさひろさん、ありがとうございます。そして2位、きくごろうさん、ありがとうございます。そして1位はマットさん、ありがとうございます。そして配信を見てくれたみんなもありがとうございます。みんなありがとう、こんな感じなのに見に来てくれて恥ずかしいからね、出たり入ったりしてましたけど、ありがとう、みんな見に来てくれてありがとう。新曲9月27日発売です。ぜひ楽しみにしててください。いっぱい聴いてください。じゃあ明日の配信も、メンナインの配信もお待ちしてます。そう、じゃあいいですかねありがとう、バイバイ、おやすみ、良い一日、明日も、明日からお仕事頑張りましょう。今日もだったかもしれないけど、じゃあおやすみなさい、バイバーイ、やっ、yeah.